八郎型調整地八郎型、傍聴水門系井戸公開転八郎型の有形八郎型は秋田県にある湖、二級河川万万木川水系に属する。かつては面積220平方キロメートルと日本の湖障面積では琵琶湖に次ぐ第2位であったが、大部分の水域が干拓によって陸地化され、陸地部分が大型村になった。現在では、 日本の古障において18位の面積である。八郎湖や八郎型残存湖といった別名でも呼ばれる。競技には南東部の八郎型調整地のことを指し、現在八郎型として示されるデータの多くは、ここで以下に掲げた表を含めて八郎型調整地のものである。講義には、干拓前の八郎型の範囲を反映した八郎型調整地、東部小水路。 西部小水路の総称である。2007年12月、この範囲が八郎湖として故障水質保全特別措置法の指定故障となった。秋田県西部、小川半島の付け根に位置し、干拓地の中央付近に北位40度線と、東経140度線の高回点がある。10度単位での高回点が、陸地にあるのは、ここが日本唯一の地点である。競技の八郎型である。 八郎型調整地は、小賀市、片上市、南秋田郡伊川町、五条目町、大型村にまたがっている。東部省水路と西部省水路は、干拓前の湖の北側外周にあたる部分。大型村を囲むようにして存在しており、北側対岸は三種町である。八郎型調整地と合わせた講義の八郎型の淡水面積は48.3平方キロメートルに達する。 南西部の船越水道が唯一の流出河川である。海との高低差が最大でも1.26メートルと極めて小さいことから海水が逆流してくるため、もともとは寄水湖であった。しかし大型村の農業用水として利用するには淡水化の必要があったため、1961年に完成した八郎型防潮水門によって船越水道は締め切られ、季節ごとに 湖面水位を一定に保ちながら流出させるのみとなり、以降は淡水湖になっている。また、膨張水門が完成した後の1962年10月から1964年3月にかけて船越水道の排水能力を増すため、直線加工事が行われた。かつての船越水道は天皇砂丘に沿って東へ蛇行しており、現在も川跡湖が存在して、 江川漁港として利用されている。片上市と小菓子の市境は、現在の船越水道ではなく川跡湖に沿っている。主な流入河川は以下の通り。このほか北端で西部小水路と東部小水路の境になっている。築地区定と南西で西部小水路、中央幹線排水路。 八郎型調整地が合流する付近の築地区に、大型村と対岸の市長を結ぶ道が通っている。また参考までに、船越水道に架かる橋を挙げる。川瀬智江水、秋田八郎型北側の米城側と南側の、尾物川からそれぞれ土砂堆積により曽すが伸び、離島であった、寒風山に達して、福祉陸系島の小賀半島が形成された。 両サスの間に残った海跡が八郎型である。面積は琵琶湖に次いで日本で2番目の広さだった。小規模な干拓は江戸時代から行われていた。大規模な干拓計画は明治から昭和期にかけて何度か持ち上がったが実現には至らなかった。戦後になって立案された本格的な干拓計画は食料を増産及び働き口のない農家の次男。 産卵が増加している問題の解決を目的として、干拓の先進国であるオランダから技術協力を受けて実施されたもので、20年の歳月と約852億円の費用を投じて約1万7000ヘクタールの干拓地が造成された。この事業は、サンフランシスコ講和条約をオランダに批准させるため、賠償金の代わりに、オランダへ技術協力費を支払いうる。 大規模事業はアメリカから求められていた吉田茂に対し、建設省住宅局職員の下神戸敦氏が提案したものだという。工事は1957年に着工して、1964年9月15日に、観託式と題する式典を開催した。観託式には、吉武慶一自治大臣、赤木宗則農林大臣、小畑雄二郎秋田県知事らが参列した。 同年10月1日、秋田県で73番目の自治体として、大型村が発足した。既存の自治体の合併や分割を伴わずに、新たな自治体が発足するのは、秋田県では1889年の市政、町村政施行以来のことであり、日本全体でも2019年時点で最後の事例である。1965年5月27日、 国営八郎型観宅地に新農村を建設する八郎型新農村建設事業団法が交付された。1967年から入植を開始し、全国から公募された入植者が移住した。全体の事業は1977年に竣工した。しかし、事業が進行しているうちに、日本の農業環境は大きく変化した。多収穫品種の普及や機械化などによる、 平均収量の増加で、米の増産は、重要課題ではなくなり、高度経済成長に伴う、都市部の発展で労働者の需要が増加したことで、農家の次男、三男の就労問題も縮小し、八郎型観客は、当初の目的から離れて、日本農業のモデル実現へと転換した。のみならず1970年、政府が米の生産調整を開始し、 大型村への入植者公募は同年で中止1973年に再開されたがそれを最後に打ち切られたの玉川ダム建設保証で9個が新規入植。このため最終的に米の増産を目指していた観宅事業は失敗した計画とする見解もある。環境面でも魚介類や水生植物が豊かだった湖の面積を大幅に狭め、 沿岸の湿地が失われたことを嘆く向きもある。1983年5月26日に発生した日本海中部地震で干拓堤防や膨張水門の破損が生じた。いずれもすぐに修復されたが、膨張水門は機能低下し大きな災害を引き起こすことが予想されたため、給水門を破棄して心臓することになった。2001年度に着工し、 2007年度に完成した。浸水門は、給水門より20メートル上流に設置されている。観拓前は、漁業が盛んに行われていた。当時は、寄水湖だったため、しじみが多く取れていたほか、白魚や、カレー、ボラ、コイなどが水揚げされていた。春から秋にかけては巨大な白い方を張った、長さ12メートル程度の片舟による、 冬は氷を割っての人力による引き網が主だった。片舟は霞ヶ浦から伝わった。また、木と呼ばれる沈水植物が家屋の雪囲いや敷物、肥料などに使われていた。八郎型漁業についての資料や漁具は、片上市の道の駅天皇で保存、展示されている。八郎型では氷下漁業が行われた。 1794年、久保田城下城魚町の高桑義郎が、諏訪湖に赴もむいて氷下漁労法と漁網政策法を伝授され、その方法を八郎方の漁民一般に伝え大いに行が盛大になった。1804年、高桑義郎の上申によって、久保田藩は魚役銀上納の制度を定めて、同人に漁業取締りと銀取り立て役を命じ、 薬銀の半分を同人に消費し特殊と功労に報いた。干拓後の漁業は八郎型調整地での限定的なものとなり、淡水化によってしじみの収量も減少している。陶器官は凍った湖面上で若さぎ釣りがよく行われているが、ブラックバスなどの外来魚の流入で在来種の減少が確認され、その対策が行われている。 八郎型の名称の由来としては、人から竜へと姿を変えられた八郎太郎という名の竜が、放浪の末に住みとして選んだという伝説が語り伝えられている。ただし伝説においても、八郎太郎は後に田沢湖へ移り住み、今や八郎型には滅多に戻らないとされている。また、斉藤龍介が八郎型の由来について、独自の解釈にて描いた児童文学作品。 八郎を執筆し、小学校の国語科の教科書に採用されたことがある。ありがとうございます。